やがて海へとつながる川。豊かな海洋環境を守るために今私たちができることとは。海と日本プロジェクト。海洋の先月22日都内で開かれた日本財団と日本コカ・コーラ株式会社による共同記者会見。国内におけるプラスチック資源の適切な回収と循環利用促進への貢献を目的とした大規模調査を行うことが発表されました。海の環境という視点でしっかりとデータを積み重ね、科学的知見を共有し、アクションをつなげていく、こういうことが今重要ではないかと。現在国内における指定ペットボトルの回収率は 98% 以上。しかし未回収とされるおよそ 2% のうちの一部が河川や海などにゴミとして流出していると考えられています。海洋ゴミの7割から大体8割は陸由来と言われています。でその多くは河川を伝ってくるとされています。今回の調査では全国8カ所の河川流域、総距離およそ 240km を対象とし、ゴミが滞留することの多い場所をドローンやデジタルカメラで撮影、収集した情報をもとに流出経路を分析します。ポイ捨てだとか、あるいはこの生活の中でこぼれ出る、そういったものが具体的にどこでどのような影響を与えているのかというものが見えてくれば、その部分に直接働きかけていくことができるのではないか。私たちの身近にある川、豊かな海を守るためにみんなできれいにしていきたいですね。